接着芯なしで薄めの生地でもできるお薬ポーチの作り方です。こちらは内ポケットにカードが3列入って、こちらが手帳のポケットです。横を少し縫ってあるので間にもう1冊入れることもできます。表がオックス、裏シーチングぐらいがしっかりした仕上がりになります。重ね縫いの部分があるのでミシンが少し弱い方はシーチングでも大丈夫です。材料はこちらです。表と裏が横 21×縦 26cm、 1枚ずつ。ファスナーは 30cm 以上のもの。ポケット用に横 21cm 縦 20cm、 これがファスナーの端につけるタブで 4×6cm です。ファスナーはあまり値段が変わらないようなら 35cm の方が大きく開いて縫えるので縫いやすいです。今回はデコレクションズで先日買ったこのはぎれセットの中から3枚使って作ります。裏布にポケットをつけます。横が 21cm になっていることを確認して、上下を三つ折りにしてアイロンをかけて縫います。 2cm 折ってアイロンをかけて、さらに内側に折り込みます。端ミシンをかけます。ポケットと裏布を半分に折って、そこにアイロンを当てます。真ん中を合わせて留めます。カードを入れる方は仕切りを作ります。両端から7センチに印をつけます。両端はこのポケットと裏布をつけるために5ミリの縫い代で縫います。仕切りは線通りに縫います。そこも縫っておきます。表布にファスナーをつけます。横21センチになるように布を置いて、右端から3センチのところに印をつけます。下も同じように端から3センチ。ファスナーを開いて、留め具のところが端から 1.5 センチになるようにしてクリップで留めます。上は少し生地が見えるくらいでいいです。留め具からこのさっきつけた3センチの印のところまでファスナーを縫います。ファスナーの端から 1、2 ミリのところを縫います。端から3センチのところまで縫います。裏ポケットを中表に合わせます。この仕切りのついていない方を合わせてクリップで留めます。裏返して表側からさっき縫った縫い目の下を縫います。ファスナーのある方は待ち針で端から3センチを留めます。こちらの端はファスナーを下にずらして縫い目の下を縫います。反対側はファスナーを裏側に三角に折って端まで縫います。2センチぐらい下にずらしておきます。裏側に折って最後まで縫います。ファスナーを閉めて、縫ってない方の布端に印をつけます。表布をかぶせるようにしてこの印と合わせます。
こちらも同じように端から3センチのところから留め具まで縫います。こちらにも裏布を合わせてクリップで留めます。さっきとは方向が反対になるので、はじめに三角に折り上げて縫って、最後は下にずらして最後まで縫います。ファスナーをつけたら、普通のポーチは表同士裏同士を合わせますが、今回はこのように表と裏を合わせた形にします。ファスナーは内側へ入れて縫わないようにしておきます。このファスナーの端のない方に返し口を作ります。7センチの印を真ん中くらいにつけて、返し口7センチを開けて、両端を1センチの縫い代で縫います。ファスナーを縫わないように注意して、角のところを軽くカットしておきます。返し口から表に返します。返し口のところから角を尖ったもので出しておきます。返し口のところも内側に1センチ折って、周りにアイロンをかけます。ファスナーのあるところはファスナーに触れないように注意してアイロンをかけます。ファスナーのところは当て布をして当てるときれいに当てられます。周りに端ミシンをかけます。返し口の開いたところから縫い始めます。ファスナーを閉めて、布端から6センチのところを切ります。端にタブをつけます。縦長に置いて上下を1センチ折ってアイロンをかけます。中表に折ったまま合わせて、両端を5ミリの縫い代で縫います。表に返します。ファスナーの端にかぶせ入れて、端ミシンをかけます。半分に折って、下から3センチ縫っておきます。この端の厚みがちょっときついなっていう方は手で回してかけます。これで出来上がりです。